バイデンベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバイロイト軍に属する、市場町で、エムトマンスベルク、キルヒエンピンガルテム及び、ザイボーテンロイトと共に形成する、バイデンベルク行政共同体の本部所在地である。バイデンベルクの、町役場バイデンベルクは、フィヒテル山地の麓、海抜約357メートルから853メートルの、 間ににしているるこのの市場長はバイロイロト郡の北西部にあたる最も近い大都市はオーバーフランケン地方の中心地バイロイトである。この町は公式には53の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。バイデンベルクは1398年に初めて市場の開催権を得た。キュンスベルクの領主が 公エン・ォレルン家の報道として、1446年、及び1634から51年に、それぞれ城を築いた。1792年から属した、プロイセンのバイロイト公領のアムトは1807年の、ティルジットの和役によりフランス領となり、1810年バイエルン王国領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の、 自治体例により現在の自治体が形成された。主張はハンス・ビッタウアーである。運行が再開されたバイデンベルク駅中心集落であるバイデンベルク地区にはバイロイト・バルメン主体の破線の駅がある。この路線は休止中であったがバイロイト・バイデンベルク間の部分的運行再開が2006年12月の時刻表改定の際に盛り込まれ2007年1月8日から 試験運行を再開した。1月10日には再開に向けて活動した政治家を迎えて記念式典が行われた。公式の運転再開は1月10日で帝国の12時4分にバイロイト駅を発車した VT628 型機動車には大勢の客が乗車した。残りのバルメンシュタイナ浜での区間が今後のいつの時点で再開されるかについては 現在議論が行われている。バイロイト・キルヒエンライバッハ・マルクトレドビッツ・バイデン線はバイデンベルクの南部を通っており、駅は首都カウ地区にある。また、バイデンベルク行政共同体の構成自治体である在房店ロイトにも小さな停車場がある。連邦道路 B22 が町の南部を走っている。ありがとうございます。